皆さん、こんばんは。経営コンサルタントの中野です。今日は2023年10月19日木曜日でしたね。皆さんはいかがお過ごしでしたでしょうか私の方はね、あの、東京の実家にね、住んでって、まあ、あの、介護しながらね、いろいろ模索しております。 仕事とかね、FX とかね、やってます。ドレーン FX なんですけど、これね、月き足ね、もうダブルトップつけてるね。<laughs> ちょっと低いかな、右の方がね。 どうしてもね、どうしてもこう、1 5 0円の壁があるからね,ね、うん、日銀が見てますからね、どうしてもその前で突き落とされるんですよね。まあ、ただオプションが入っててね、年末には160円とか入ってますから、あの、ど,どうせ上行くからね、どうせ上行くから、ただ、 上行くんだけど、落とされるからね、ガツンとね。まあこれも去年ね、日銀がドーンと落としてきたから、ドーンと落としてきたからね。うん、まあ今回こういうこと。 どうも、160円、160円。まあ、いくらとかはちょっとわかないですけどね。152 15円かもしれないし。うあだいたいギリギリー、切りがいい。155円。160円。ぐらいだと思うんですけどね。最後、一気に行くから。バーンって。日銀が見てないときにね。うん、まあ、だいたい、 日本のサーバーがダウンしてるときね、うん。日本のサーバーがダウンしてると、例えば朝の7時から8時とかね。まあ、真夜中ですね。だ真夜中来るときまでね。一気に行っちゃうからね。うん。まあ、これが、まあ、行くんでしょうね、上ね。行くんだけど、まあ、 この様子を見ると、まあ、155円から160円の間で、まあ、下がってくると。下がってきますね、これうん。こんな感じですかね。<laughs> えー、まあこうやってねまあ今回65円って言ってますから65円ねこれが78円でしたからねこれもがっくりしたですからねこれあの東日本大震災ねこれリーマンショックの東日本大震災ですよこれね何 <laughs> こ,これはこの辺でしょうと思ってれば 安泰だよね。すごい安泰だよね。まあ、はず、もう絶対外さないようにしましょうね、これね。うん。まあ、何年か,かかりますよね。何年かか,かる。プルバックでさ、1年ぐらいプルバックしてるからね。うん。プルアップしてるからね。これ5分足ですけどもね。これ15分。もう横横でね、もうなかなか上行かないですね。 日銀が見張ってるからね、これ。<laughs> まあ、口先介入とか、まあ、口先と自己介入、これもそうですね。<laughs> やってますね、これね。<laughs> 自己介入してますね、これ。<laughs> これね、バーンってね、ことね。<laughs> うん。ここ、上行くの怖いんですよね、これね。戻ってきたゃね、怖くてね。でも今日また夜、指標アップやるから、その時バーンってね、実情行くかもしれないですね。はい。で、前回の動画で少し言ったんですけど、結局ね、戦争っていうのはね、どういう時起きるかっていうとね、 戦争っていうのはですね、まあ第二次世界大戦の時は、第二次の時はね、どドイツ、ドイツの、あの、ヒットラーのところにね、あそこに、あの、おうおう 宇宙人か前に来たんだよねあれねな何年か前にね何 <laughs> つったかななんとかっつったな。<laughs> <laughs> でまあ原爆とかねまあ未知のテクノロジーを教えてくれたわけですよね原爆とか まあ、反重力エンジンを用いて UFO とかね。まあ、もちろん、あと戦闘機で。まあ、戦闘機で UFO、UFO。まあ、ドイツ UFO 作ってましたからね。原爆。まあ、日本に落とされた原爆のうちの1個がね、2つのうちの1個がドイツ製ですから,からね。まあ、両方ドイツ製か。 アメリカが作ったわけじゃないですよね。ドイツにあったやつをアメリカが奪ってきて、で、日本に落としただけなんですよね。アメリカはそこまで技術力なかったからね。<laughs> うん、で、ドイツがこう宇宙人と仲良くなって、技術力もらって、あ、これ、あの、アメリカに勝てるなと。原爆のね、原爆の技術もらったし。 いうの技術もらったし、まあ他にもいろいろもらったからアメリカに勝てるなと思っちゃったんだよねドイツがね。まあ、それであのドイツから始めたわけですよ。まあ、それでまあいいところまで行ったんだけど負けちゃったと。で今回戦争まあ始めてねでどうしたかというと。<laughs> <laughs> まあ、イスラエル、うんまあ。ユダヤですよね。モーゼですよね。まあ、このイスラエルっていうのは、まあ、ユダヤ、ユダヤ教で、今の文明を作ったって言われてますけれども、これはゾラスター教でね、まあ、こう,こういう、 あれちょっと違うけど、こんな、あの、紋章ですよね。で、これは、あの、イスラエルにまた、あの、お同じ宇宙人に来たんですよ。この、4000年、千年前だっけな。4000年前にこう、 一度来てるんだけど、本当は32万年前から来てるわけですよね。32万年前から来てるわけですよ。ね、あの、3200、3200、<laughs> 3200年周期でね。これはまあ、あの太陽系を、 まあ大,大きくこう、楕円を描いてね、こう、3200年周期で太陽の周りに回ってたり、あの、彗星みたいなやつね。ここに住んでる宇宙人が今来てて、まあ、太陽系がこう、フラットフラットでこう、あるとしたら、こんな感じで上から下こう、来てて、今、南の方にいるんだよ、これね。これでこれ、これ、止まってんだよ、これね、ずっとね。何年か <laughs> 止まっちゃってるんですよね。 で、ここから UFO でこうイスラエルに来てまああの受付をしてるとでこれがあれですねえー、<laughs> あの イスラエルユダヤ、これはあれですね。惑星 X ですね。惑星 X って言ってるんですけど。でこ、ロシアなんかも、まあちょっとイス,イスラエル寄りなんですよね。ロシアも X って言ってるでしょ。戦車とかに。 惑星 X。あ、あとは、アメリカのさ、あのー、まあ、あの、Twitter なんかも X 塗っちゃったでしょ。Twitter も X。だから、あの、誰だっけ。えっと、電気自動車の社長。 ツツイイッッタターーのの社長の社長長日本経済新聞によれば、米企業家イーロン・マスク氏は5月12日、ツイッターを運営する米 X 社の新しい最高経営責任者に、米メディア大手 NBC ユニバーサルの広告部門トップを務めたリンダヤ・カリーノ氏を任命したと公表した。たた、ね、ただのの電気自動車の社長でししけどロケット産業入ったり、ね、して まあ、全く宇宙関係になっちゃいましたもんね。まあ結局、惑星 X、ニビルですねこれ。ニビル、ニビル、まあニビルの人ですね。まあ、今回のこの地球の文明をね、まあ、作った宇宙人なんだけど。本当、ラスターですね。 まあ実はまあ天,皇天皇一族なんかもトラスター教でねに日本なんかもニビル,ニビルで天皇もしょっちゅう会ってるんですよねでイスラエルがねまたニビルから、まあ、<laughs> 最先端のね、うん、あの 戦争技術を供与されたんでね、勝てるんじゃないかと思ってるんですよね。まあ、それで、まあ、あと、ロシアとかね、イーロン・マスクもそうですね、経済戦争で勝てると思ってるんですよね。で、アメリカは、まあ、あれですよね、 エリア51ですねこれは火星人ですずっと火星人から技術教育を受けてるね UFO とかねアメリカはもうエリア51からまああのコンピューター技術とかね <laughs> 原子爆弾とかね あとは、宇宙旅行とかね、技術力を受けてるんですね。で、アメリカが強かったんだけど、今はニ、まあ、ビルの方が技術力優れてるんですよね。で、火星はこれ、あれなんですよ。 あの爬虫類型エリアなんですよね。気持ち悪いんですよね。なんていうんですかね。爬虫類型エリアン。ウィキペディアからの情報です。人型爬虫類とは、人間と似た形態の爬虫類に似た生物という想像上の概念である。レプタリアンですね。レプタ,レプタリアンですね。気持ち悪いですね。爬虫類ですからね。 レプテリアンですね。怖いですよね。で、これ、ちょっと、ちょっと、ちょっと負けるんじゃないかって感じだね、今回ね。アメリカが負けちゃうんじゃないかって感じですね。今回の戦争でね。で、ちょっと前回話しましたけど、今回、こう、ちょっと死んじゃったさ、谷村新司って。<laughs> 何もが信じているじゃない。スバル達成と、まあこれはスバル、スバルっていうのは、まあ宇宙の惑星があってですね、スバル。ウィキペディアからの情報です。スバルは株式会社スバルが展開する自動車製造部門、スバルの航空機製造部門のブランド。 歴史生活によれば、ス,ね、スバルは日本ならではの星の和名です。世界共通の正式名称はプレ,プレアデス星団。冬を代表する星座のお牛座に位置し、三回星団という星が集まってできている天体です。あの戦争で負けたんですよ。爆発させられちゃったんですよ。プレアデス、プレアデス、全部ね。かわいそうだったね。バラバラになっちゃってね。本当に。 プレイヤーデスっていうのは、あの、トールホワイトですね。トールホワイトっていう。トールホワイトっていう、まあは、まあ、白人ですね。いわゆる、いわゆる白人ですね。頭がいい人たちです。で、プレイヤーデスってのは昔からいるよね。で、ニビルは、 昔からいる。星人もいる。でドイ,ドイツの宇宙人なんて言ったかな探してみるね。ドイツに来た宇宙人。うんドイツっていうか。 ヒ <laughs> トラーの宗教団体あ,あ、ナチスだねナチスに来た宇宙人出てこないですねいるんだよねナチスに来た 結構強かったたんんだけけど、負けたんですよね。結局代理戦争なんですよ。代理戦争代理戦争ってロシアの代理戦争がねあのクロ,ロアチアとやってるとかさ違うわ。まあナチスいうちゃちゃ,ゃロシアとアメリカの代理戦争がねイスラエルで始まるとかさ。 いろいろ言われてますけど、結局、宇宙人の大理戦争が、この地球上で行われてるだけなんですよね。結局、裏には全部宇宙人がいて、<laughs> 宇宙人に操られてんだよね。怖いもんね。宇宙人に盾ついたら食べられちゃうもんね、ガチャガチャね。ぐちゃ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 かかも怖いよね。 これニビル、ニビルの人たちいるしょ。これなんつったっけな。もう、もういないかもしれないな、地球には。火星人がいるだろう。まだ強いから、プレアップ。レプティリアン強いからで。スバフ、プレアレス、プレアレスにも強いからね。もう一番強いのはプレアレスですよね。二番が多分、どっちかだね。 うんまあそれで、まあ、それぞれまたね宇宙人がバックについちゃったんですよねそれで大事戦争が始まっちゃったもんですからで結局すいません これなんですけど。うん、これ。X ね、これね。ニビル、ニビルね。難しいんだけど。 これがプレイーですよね。難しいんですよね。どっちだかわかんないですよ、僕はね。で、これは X ですよね。これはね、火星人かもしれないね。うん、火星人かもしれないね。うん。 火星人、火星、アメリカについてんだけど、弱、弱ってきちゃってるんですよ、最近ね、火星人ってね。でなくなる可能性がある。で、これどっちかですね。うん、惑星 X。強いですよ。強いですよ、未だにね。プレプレディアス星団から来た人も強いで、まあ、大きな宇宙船で来てますけど、 で大きな宇宙船は土星の輪っかの中に隠れてますけどね。何何台かね。で、ただもう、自分の星を持ってないんですよね。宇宙戦争で破壊されちゃったから。だからね、弱いんですよね、もともとが。うん。そうすると今回、ひょっとしたら X が勝つかもしれないね。 インスタリアム、カルタの絵だが、やっぱりね、あの、お金っていうのはね、そう簡単な、あの、経済力学では動かないですからね。うん、大理戦争ですから、経済っていうのは、海外経済っていうのは。で、これも X なんですよね。イーロン・マスクですからね。X なんですよ。 だから、勝つんだよね。うん。ニビルが来てるんですよね、今ね。で、これ、柴犬も、X もどきなんですよね。X もどき。まあ、同時にした方がいいかもしれないけどね。その本物の X だからね。うん。だる魅力あるよね。まだ0.001だからね。 魅力はある。多分一緒についてくると思うんだよね、X にね。うん。はい。あとね、あのー、これ、FX でね、いまだにお金が増えてないっていう人い,いらっしゃるみたいなんだけど、おかしいね。これはね、 あのバルサラの破産確率表を元にしながらトレードしないといけないんですよ。あの連立方程式ね3つの連立方程式を解き,解きながらっていうか解くというか、まあ、そういうふうにトレードしていくんですけどそんな難しい問題じゃないんですよ。それであの大体うまくいかない人はレバレッジを上げすぎちゃう。 ね、あの一回一回のトレードで完結させてないわけですねいわゆる次のトレードに感情がついてきちゃうんですよそうするとダメねうん一回一回のトレードであの完結させないとねそんなの分かってなやいっていう言葉自体が分かってないから だ大体まあ、一週、負けたらね、一週間一ヶ月ぐらい開げちゃってもいいわけですよ。いつ、いつでも、あの相場はいつでもやってるから。なくならないから一緒。向こう100年、200年じゃなくならないから、相場は。大丈夫だから、あなたがね、生きてる間あるから。ずっとね、あのし、何もしなくても大丈夫ですから。いつ,いつからでも始めるから。だから、負けたら、 悔しい、取り返そうっていう感情がね、なくなるまで、忘れちゃうまでやらないほがいいですよね。それをやるためにはどうしたらいいかなんですよね。まあ、マインドフルネス状態を保つかなんですけど、まあ、そもそも負けても勝つようにすればいいわけですよ。負けてもお金が増える、<laughs> そういうトレードスタイルを、 取ってれば全然 <laughs> 全然悔しくないわけですね。負けて、<laughs> 負けて当たり前だと思ってるわけですね。10回のうち7回負けても利益が出るようにすればいいですよ。ねえ、簡単でしょ、そんなの。その連立方程式を解いていくわけですよね。 レバレッジに気をつけながらね。だからレバレ、レバレッジの数値もね入れ、入れた形で自分はどういうトレードスタイルを保,保っていけばいいのか。ね。それだけなんですよね。まあ、それでね、大体 <laughs> いいお金なんていうのは増えないのが当たり前で、投資信託なんていず、ね、お金預けても、 まあ元本保証だと大体、だいたい5%がマックスぐらいかな。まあ元本保証じゃないと嫌だよね。年利さ。まあ元本保証で。 ハハパーセに5%ぐらいそうすると全然全然増えないわけですよね例えば100100 100万預けても5000円ですね <laughs> で、翌年もねこの1 0 0万5,000円もそのまま付けて年に5%ってじゃあ5万ですねこれね。 なかなか増えないんですよね。電卓で、例えば100万 ×1.051 年1500号23456 7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、1二二十三21、22、23、24、25、26、27、28、29、30年経っても432二でしか出ないわけね。30年経って、 100万が432って少ないよね。ちょっと老後の、老後のね、資金作れないでしょ。だから、ちょっと都市選択じゃダメなんですよね、5%だとね。うん、全然作れないんですよ。332万しか増えてないからね。ダメなんですよ。だから年齢、年利5%じゃダメで。で、こうやってね、じゃあ自分で FX 交差作って、自分でやるとさ、いくらでも儲けられるわけ。で、まあ、 1>, 1万円からスタートしてもいいけどね。1日で平均で2万になっちゃったりするわけですよね。で、まあ、100%の利率、1日ですよ。年利じゃないですよ。だからね、高すぎるんだよね、みんなね。欲張って1日にたくさん取ろうとするから、いけないわけですよね。で、例えばさ、あの、1月で、 そうだなあそまあ1年間かかって2倍にするまあ年齢100%だけどね。どうなるかと言うと100万がかける2だよね。 48またもう一回るよ。1年後は2 2二3 4 5 6 7 8 9 1 0もう10億になったわけですよねこれね。10億になっちゃったわけですよね。 だからさ、あの、そういうことですよ。まあ年,年利 100%, 100でも多すぎるだよね、これ、ね、ちょっとね。だ例えば、まあ、ヘッジファンドでもそうだけど、20%でも多いって言われてるんですよね。ね、だから100万円を預けて120万円返すと、もうすごいことだよと。 まあ普通にさ、あのエフェクスやってると大したことないじゃないですか。ただ、まあ例えば、100万かける1.2ですよね。1年後、2年後、3年後、4年後、5年後、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20と。 で、ちょうどね、やっぱり20年経って、年に20%で20年経つと、100万円が3833円になるわけですよねで。こんなもんで十分なんですよ。年利ですよ、しかも。1ヶ月じゃないですよ。だから1ヶ月で1万円を1万2000円するなんてもう、もう、だるいじゃないですか。簡単すぎるじゃないですか。我々、FX トレーダーとしては。ね、あの、ま、毎日5万も10万も取ってね。 一つで100万も200万取ってる人いっぱいいるからねだから例えばこれ1001万円ね<笑><笑>まあ年輪に <laughs> 5678910111213141516 17、18、19、20と。ね。最初、1万円ですよ。1万円を1年かけて2倍にすればいいだけ年。そうそう、20年後には、104億円になってるから。104億円。ね。だから、月に、月に1、 もうん、2倍にしておけばいいからね1回トレードして2倍になる時あるからねお大きな相場だとねだからよっぽどですね、まあ、レバレッジを低くしてやってもいいしまあここぞとばかりにねレバレッジ高くして1年に1回だけやるってもいいんですよね でよっぽどですね、あのー、そんな焦って利益を出す必要ないんですよ、FX ってのは。まあ、株もそうなんですよね。で、利益出ちゃうわけですよね。どんどんどん、どん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 出ちゃうわけですよ。で、それで、やったやったって喜んでねで、途中で全部持っていかれちゃうわけですね。足元救われちゃうわけです。 <laughs> だからまあ、まあ、年利100%っていうのは大きいけども年利20%ぐらいでもいいかなと年利20%って言ったらやってられないじゃないですかだ,だるくてね一日で倍になるもんね FX ってねうんでもそれは本当にまぐれの中途まぐれですからねまあそのことを気をつけながらゆっくりゆっくりやればですねまあ,あのそんな何年も経たないですよ 2年後、3年後には1日何十万何百万って、ね、あのー、負けても1日何百万で入ってきますから。はい。そんな感じでね、やっていけば、あの、FX っていうのは必ず、必ず儲かるんですよね。それではね、今日はこの辺で失礼します。千葉県松戸市より、トム・クルーズがお伝えし,てしました。 どうも失礼しまーす。